から自分のことは思い出せないんだけど、画期的な方法で明かりのことを丸裸にする方法を見つけたのだよ。それが心理テスト。今回の心理テストは絵を描くだけで心の中が分かっちゃうという優れもの。それでは早速いきまーしょう。お絵描き心理テスト2、嬉しい恥ずかしい心の中をおぴろげ。じゃあスタート。ポチッとな。お祭りで買った食べ物、棒の先には何がついてる？え、オッケー、よし。明かりだったらこれかな、こんな感じかな。あゆ、あなたがエッチに求めるのはこれ。なんていう問題。え、結果を見る。え、細長いものはテクニック、大きいものは安心感、太いものだったら刺激、その他恥じらい。あゆってどれ。細長いに入るかな。ってことはテクニック。赤ワインをこぼしてしまった。どのくらいこぼれた？え？ドエーって感じ？ルル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 ル。もう垂れちゃってます、垂れちゃってます。回答する。あなたの心がわかります。なんだろう、結果を見る。シミの大きさはあなたの心に残っている後悔の大きさ。やばい、あかり結構人生後悔してたんだ。友人が桃をくれました。あ、いいね。赤い桃が一番好きだよ。そのままの大きさを書いてみて。オッケー。もうやばいよ。もうやばいよ。もうはみ出てるよ。回答する。あなたの好きな○○○がわかります。結果を見る。そのままはあなたの理想のおっぱいの大きさに。すごい、なんか一回振るのにちょっと時間かかる系。はい、きこう、これに行こう。ちょっとなんかオーラ。はあ、おお。あなたの○○の差がわかります。剣が立派であるほど SNS とリアルの差が。好きなアルファベットとその理由を書いて。分かった。理由、マックが好きだから。ポテトね、大好きだよ。回答する。あなたは〇〇をこう思っています。恥ずかしくて人に言えないけど自分自身をこう思っています。どういうこと、どういうこと。 M じゃないでしょ。また言われるよ、また書かれるよ、みんなに縛り好きとか。運動会で綱引き、その時あなたはどんな顔？こんな顔。あなたの〇〇中の顔が